あーいやー、今日買っちまったなー。あー、買っちまった。ということで、今日もね、しんちゃん2577、頑張って特攻しましょう。ということでね。じゃじゃん。今日はね、PC レポに行ってきました。まあ、PC レポだけじゃないですけどね、ところ。そして、この、前、注文中と言ってた、このケーブルを買ってきました。あれ？と思う方もいると思います。動画を見てくれた方は。あれ？山本駅で注文したんじゃないか？って ね。思ってる方はいたと思うんですが、いると思うんですが、結局なんか山本駅で、数週間か、待って、連絡しますと。店に届いたら連絡しますと言われてたんですけど、なんか、結局来なくて、連絡かけたら、なんか会社となかなか繋がんなくてということで、で、最終的にかけたら、店ではもう置いてないと。だからいつになるかわかんないと。ということで、PC レポート前に言った通り、1200いくらだったかな、ちょっと値段はまだ覚えてないですけど、言ってたんで買ったんですよね。で、ほんと山田電機だと700ぐらいで買えたんですけど、こっちだと1000いくらで買うってことで、ちょっと高くついてしまったんですけど、これ欲しかったんで買っちゃいました。はい。じゃあ開封の方をしたいと思います。はい、そもそもこちらが何ができるケーブルかっていうね、充電しながらキーボードをつないだり、まあ、下水ホースを使うものですね。まあ、つないでできる商品らしいです。らしいというか、ものです。じゃらん。結構ね、長いですね。はい。これは後でね、使用していきたいと思います。ということで、今日の動画は以上です。じゃあね、使ってみたいんですが、僕今タブレットを撮影してるんで、まあ、使えません。使った感想をね、いつか言えれば言いたいと思います。じゃあ、またねー。あっち向いてホイタイム。いくよ。あっち向いてホイ。じゃあ、バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。